はい、皆さんこんにちは。 IoT 設備制御系 YouTuber の中ちょんです。2017年12月に2つの音声翻訳機が発売になりました。1つはこちら、ポケトークという商品で、ソースネクスト社が発売した商品です。でもう1つがイリという商品で、こちらはログバー社が出した商品です。でこの2つ同じ時期に出てきたんですけど、こちらは SIM カードが入っていて、インターネット通信を行って音声データを送って、またそれに該当する言語の音声データを受け取ってこちらで出力するというもので、こちらの IRI についてはこれはインターネット接続必要なく、ここで音声を喋ると認識して翻訳して、そしてまた音声で返すという商品です。でもう一つ、翻訳といえば、まあ、私たちにとって結構 Google 翻訳を使っている方も多いと思うんですけど、 Google 翻訳もスマートフォン用のアプリがあって、実はこれ音声入力もできて音声出力もできるんですね。でこの3つについて比較した動画をこれからご紹介したいと思います。以前にもこの3機種を比較して出した動画があったんですが、それはIRIという商品と一緒に同梱されていた旅行フレーズ集というものから出したので、それはどちらかというとこのIRIで正しく翻訳できるのが当たり前なんですけど、今回はですね、ソースネクスト社のポケトークのホームページに掲載されている文章で翻訳してみたいと思います。まずですね、最初今日のおすすめはマグロのお刺身とタイの煮付けです。これについて翻訳していきたいと思います。今日のおすすめはマグロの刺身とタイの煮付けです。ではまずポケトークから確認していきます。日本語が正しく認識されたかどうか。ポケトークの場合は下のキーを2回押すと、これまでどんな言葉を翻訳したかという履歴を見ることができますので、まず履歴を見ます。見ると、本日のおすすめはマグロの刺身とタイの煮付けです。正しく認識されています。では次に英語です。 Today's recommendation is tuna sashimi and boiled sea bream。 このポケトークのホームページに載っている翻訳例と全く同じもので表示されました。では次に Google 翻訳やってみます。まず日本語は、今日のおすすめはマグロの刺身とタイの煮付けです。正しく認識されました。英語の方も Today's recommendation is tuna sashimi and boiled sea bream。はい、Today's recommendation is tuna sashimi and boiled sea bream。 sea bream がタイなんですね。同じように翻訳されました。で最後、今日のおすすめはマグロの刺身とタイの煮付けです。はい、日本語は正しく認識されました。 Today's recommendation is the tuna and sashimi we want to put it on。 tuna and sashimi we want to put it on というふうに出ているので、マグロと刺身の We want to put it on、 私たちが乗せたいもの、盛り合わせっていう意味ですかね。 We want to put it on は盛り合わせっていう意味っぽくて、で日本語ではタイとちゃんと認識してたんですけど、翻訳ではうまく表現されてませんでした。このイリの場合はやっぱり旅行に特化したっていうのと、インターネット通信をしないので、イリの場合はあまり長い言葉というのは得意ではないので、今回のような時にはうまく翻訳できないということが分かりました。ただまあこれも使い方の問題で、今日のおすすめなんですかって聞かれた時に、そのフルの文章で言うのではなく、多分言い方としては、今日のおすすめは2つあります、マグロの刺身、タイの煮付け、なんかこういうふうに、まあ、今の文も3つに区切るともっと精度が上がるんじゃないかなと思いました。じゃあちょっとそれ試してみたいと思いますね。今日のおすすめは2つあります。今日のおすすめは2つあります。Today's recommendation is to、はい、Today's recommendation is to、 マグロの刺身っていうふうに言いますね。マグロの刺身、 Tuna for sashimi、 Tuna for sashimi、 まあこれで通じるでしょうね。で、タイの煮付け、タイの煮付け、 Find the ocean、 Find the ocean、 Find the ocean、 タイ、I'd like to、
タイっていうキーワードがイリには入ってない感じですね。タイはさっきポケトークで翻訳すると、タイはシーブレムっていう風に言ったんですけど、今なんかちょっと検索してみると、アメリカではレッドスナッパーという風に言うようです。普通にイリでタイっていう風に言うと、 I'd like to、 私は何々したいという風に翻訳されます。ポケトークとかこのスマートフォンの Google 翻訳っていうのは、どちらかというとインターネットに入力して翻訳される、それを音声にするというような使い方になるんですが、イリの場合はやっぱりその旅行に特化している、インターネットにも接続しないっていうことで、収録されている単語にも限りがあるというような感じですね。ということで一つだけやってみました。思ったよりも結構いろいろ発見があったので長くなってしまったんですけど、また今後もこの音声翻訳について検証して動画を上げていきたいと思います。では皆さん、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さようなら、バイバイ。